とりあえず道の駅でこの奥ストンと行くと、いろいろとあるみたいですね。せっかくやからちょっと長めにブラッとしますか。手間しかしこれ。そこも。すげえ。立派に上り出てると思ったら本日休業で上りだと。もうあたかも営業してるかのように本日休業って。もう分かりやすいですけど。そうか。でも駅前ほんと綺麗ですね。あれは下の方アパートか。へえ。でこっちの方にここが三つ通りで、通りになって、結構立派な商店街みたいになってるんですね。へえ。休日は結構来るんですね。運転車すげえ。この辺りとかにも飾ってなそうなんですね。なんかね、三つさんの詩が飾ってあったりするんですね。この辺りは詩が結構動けたか。高齢化は仕事、この子もストーンとある感じなんですかね。スーパーが営業してんだ。結構立派な通りだけど、道の駅の方に行ってとりあえず飯とかそのあたりは道の駅行った方が良さそうかな。この感じだと結構奥までずっとあるんですね。どっかで折れて道の駅の方に行こうかな。こっちから行けるかな。車が来るってことは大丈夫だろう。安直。バス行った。まあいいや。飯食って土産も食って、とりあえずここでね、土産物とかも調達しちゃいましょう。まだ鳥取も行くわけですけども、予定ではね、もうちょっと本当に。どうなるかわからんですね。この天気やとね。暑い。そこは交番駐在所か。で、こっちか。でも新しい建物とかも結構建ってますもんね。これは歯医者か。会社も行きたいんだよね。そう、当日予約ができない歯医者に通ってるんで、そこがね、めっちゃ綺麗。暑い。どっちなんや。これも港なんか。めっちゃ港っぽいな。
あー港だ、漁港か。へえ。とかこんだけ近くにこんなでかい漁港があるんだったら、あー土産物屋さんもやっぱ生物が売りになってきますよね。あー増えるの。あ、刺身定食とかそうなってくるよな。完全に予算オーバーなんだよな。へえすごい。こっちから行こうか。でこっち、あーそこか。ここがそれなっとった千座キッチン。へえ、キッチンってなってるぐらいだから食べれるんでしょう。うわ、ここも気になるけど、ここは喫茶店、ケーキ。ああ。へえ、面白い。でそこに、あ、バスのターミナルにもなってるからちょうどいいや。そこだ。ここはここで。しまったタイミングか。ここも定休日なんですね。これさっきのところかと、また別か。へえ。いろんなところ。浜屋さん。ここもウニがまん。ちょっと予算持ってやらなあかんね、やっぱこっちの方は。ウニ、え、ウニってこっちも取れるんだ。へえ。で、これ、あ、こっちか。これか。ああ、立派だ。予想以上に立派だし、え、ここから新山口まで走ってんの？え、長門湯本新山口駅？え、すげえ。千座キッチンから13時45分、あ、6分後に出るんだ。あ、それがこれなんだ。これで、これで新山口2000円だったらありなんですけど、いや、なかなか遠い。ああ、違います、すいません。これで新山口まで行けるんですか。まだ覚えときます。ありがとうございます。おー、すごい。ハイエースで行けるんだ。まあでも今着いたところですし、飯食いたいですからね。さすがにちょっと覚えとこう。へえ。そうなんですよね。新山口だったら、今からあれで新山口本当行けるんだったら、もう一便あったらな。行けることないですよね、長門元山。ちょっと悔いが残ってますからね。まあでもとりあえず腹ごしらえですね。いや、これ絶対あった。キッチンってなってんだから、それあるでしょ、食うところ。これで食うとこなかったら詐欺疑いしちゃいますよ。